グレミラー楽団のテーマムーンライトセレナーデで華麗に幕を開けました。この第2部はポピュラーソングを中心にお届けしてまいります。なお、この第2部では先ほどお約束いたしましたようにサンタクロースから皆さんへの素敵なプレゼントが当たる抽選会も用意してありますので、どうぞよろしくお願いいたします。では続いての曲に参りましょう。オードリー・ヘップバーン、ジョージ・ペパード主演による映画ティファニーで朝食後の主題歌で、映画の中ではヘップバーンがギターを弾きながらつぶやきに歌っておりましたロマンチックな曲ムーンリバーをどうぞ。ムーンリバーを聴いていただきました。続いての曲はクラシックとビートルズに強い影響を受け、ソロシンガーとなってからはオールバイマイセルフでミリオンセラーを獲得したエリック・カルメンの曲から、愛する女性と別れてしまった男がもう二度と恋に落ちたりはしないという悲痛な思いを綴りました Never Gonna Fall in Love Again、 そして1960年代を代表する音楽の一つビートルズの曲から The Long and Winding Road、 2曲続けてどうぞ。Thank you.
Gonna Fall in Love Again、 そして The Long and Winding Road 2曲続けてお聴きいただきました。さてマンドリンのふるさとといえばイタリアですが、第2部前半最後はそのイタリアで生まれ育ったカンツォーネの名曲から3曲メドレーでお聴きいただきます。
ちょっぴり甘く切ない恋の歌で砂に消えた涙、サンレモン学祭の入賞曲から永遠に結ばれる愛を歌い上げた愛は限りなく、そしてどうにかなるさという意味でおなじみのケッサラ、以上3曲メドレーでどうぞ。
どうもありがとうございます。スナッキーやたらみだ、愛は限りなく、そしてケツサラ、以上3曲をメドレーでお聴きいただきました。ここで第2部前半が終了いたしましたが、ここでちょっとお知らせがございます。来年のことを言うと鬼が笑うなんて言いますけども、来年開かれます私たちの定期演奏会のお知らせをここでさせていただきたいと思います。来年の6月4日、6月の第1土曜日、前回と同じく明治神宮外苑、神宮球場のすぐお隣にございます日本青年館におきまして、午後2時からと午後6時からの2回、明治大学バンドリンクラブ第112回定期演奏会を開催いたします。プログラムあるいはチケットの値段についてはまだ未定でございますが、チケットの予約の方が5月初旬から受け付けてまいります。発売場所は明治大学の生協、それからお茶の水にございます谷口楽器、下倉楽器、そしてクラブの連絡先でもございます鳩屋コーヒー店において発売いたします。なお電話予約の方は5月初旬から、先に出ました鳩屋コーヒー店、ちなみに電話番号の方がいつものように 291-4741 番、にくいほど品良いと覚えていただければ結構かと思います。そちらの方で電話予約を受け付けいたします。どうぞ次回の定期演奏会も皆様多数ご来場くださいませ。よろしくお願いいたします。さて第2部後半はラテンパーカッションを加えまして、より一層迫力のあるステージを展開してまいりたいと思います。そのオープニングナンバーの方は南米のあの情熱的なリオのカーニバルを思い出させるサンバのリズムに乗せまして軽快にお届けいたしましょう。夜明けのカーニバル、どうぞ。夜明けのカーニバルを聴いていただきました。ラテン音楽の2曲目はメキシコのワパンゴというリズムに乗せて、恋人の死を嘆く男が自分もその後を追って自殺しようとし神に許しを請うという大変悲壮な内容が語られております。ルベン・フェンテスの作品から祈りをお聴きください。どうぞ。
メキシコのワパンゴというリズムの曲から祈りを聴いていただきました。続いての曲はロシアのジプシー民謡をもとに1926年にアメリカのハリー・フォーリクとグレゴリー・ストーンがタンゴにアレンジしたところ大ヒットといたしましたコンチネンタルタンゴの名曲をマンボ、チャチャチャ、ガラーチャのリズムにアレンジしてお届けいたします。ダークアイズ、黒い瞳、どうぞ。コンチネンタルタンゴの名曲をマンボ、チャチャチャ、ガラーチャでアレンジいたしましたダークアイズ、黒い瞳をお聴きいただきました。あのね、ここで次の曲のテキーラの指揮を振ってください。これが条件ですね。あの今そこで教えますからね、ハンサムな彼が来年の指揮者ですからね、よろしく。ねその間に皆さんと、練習しておきたいことがあるんですね。このテキーラという曲、もうご存知の方はたくさんいると思うんですけども、このテキーラという曲にはまずテキーラという 曲じゃなくて掛け声ね、それが3回ぐらい出てきます。その掛け声をまず練習してみたいと思います。じゃあね、ちょっと見本見せてくださいね。テキーラ、はい、いつもの掛け声これですね。これがあの3回ぐらい出てきますので、その時に大きな声で言ってくださいね。そしてこの曲にはもう一つ手拍子が入りますので、こちらの方で皆さん参加してくださいね。私当たんなかったからいいわ、あんなの、そんなこと言わないようにね、楽しんでくださいね。準備できましたか？では皆様楽しく参りましょうね。テキーラです、どうぞ。
ありがとうございました。続いてお送りするラテン音楽の曲は、ラテン音楽界で新しい方向を探る松岡奈良とウィッシングの曲から、雑誌のナンバー、今ニューヨーク中心に流行しているサルサのリズムを中心にお送りいたします。 One Last Farewell、 どうぞ。
サルサのリズムを中心にワンラストフェアウェルをお送りいたしました。今度の曲はレックス・ハリスン、ジュリー・アンドルースの主演で2717回というミュージカル史上に残る上演回数を誇りますマイ・フェア・レディのナンバーからアメリカを代表する4ビートに加えサンバ、チャチャチャ、タンゴなどラテンのリズムを織り交ぜてお送りいたします。 I could have dancing all night、 踊り明かそう、どうぞ。ミュージカルマイフェアリティのナンバーから I could have danced all night、 踊り明かす方をお聴きいただきました。さてここで1年間お世話になりました皆様に首相の玉木浩一からご挨拶をさせていただきます。玉木君どうぞ。本日はようこそおいでくださいました。先ほども司会の斉藤が申しておりましたが、4年生にとりましては本日が最後の演奏会ということでちょっと張り切っておりますけれども、とうとう曲もあと残り1曲となってしまいまして、力いっぱい演奏させていただきます。今後とも私たち4年生を卒業しましても明治大学マンドリンクラブよろしくお願いします。本日はどうもありがとうございました。はい、先ほどのテキーラの曲でこの前にずらーっと並びました私も含めて12名来週の4月卒業いたします。どうぞこれからも明治大学マンドリンクラブよろしくお願いいたします。さて大変楽しいひとときを過ごしてまいりましたが、そろそろお時間が近づいたようでございます。次の曲をもちまして最後にさせていただきたいと思います。最後の曲はガラーチャの曲からクマーラです。どうぞ。
どうもありがとうございます。では大変盛大な拍手と野生的なアンコールの声をいただきましたので、そのアンコールにお応えしてこの曲を演奏し、皆様には世界旅行の気分を味わっていただきたいと思います。世界各国の特徴あるリズムが続々と登場いたします。80日間世界一周どうぞ。
今旅立ちの時私は思う。光と影は交錯し絶えず思い悩むこの青春の日々を力の限り生き続けたいと、ただ自分の道を歩き続けて。ただいまお送りしておりますマイウェイをもちまして、明治大学マンドリンクラブ1982年クリスマスコンサートは全て終了でございます。このコンサートを最後に4年生はこのクラブを去りますが、分一度これからもより一層多くの練習を積み重ね、音楽性の向上に努めてまいりたいと思います。これからも末永くお付き合いくださいますようよろしくお願いいたします。今日は最後まで私たちの演奏を聴かされまして本当にありがとうございました。またお会いいたしましょう。さよなら。